とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワーシーズン5、攻略やっていきましょう。今日は11階から20階までとなっております。今、10階をクリアしました。報酬は何もいりません。行きましょう。11階ですけども、ゾンビしか出てこないです。なので特に注意することもありません。普通に倒していければ絶対やられることはないちゃ思うんだけどね。めちゃくちゃぼーっとしてたとか途中で寝落ちしたとか、そういうことがない限りここでやられることはまずないと思います。ここはやられない、めちゃくちゃ楽だから。よし、こう今回ね、矢はそんなに必要ないんだよね。シーズン4の時はものすごい矢が重要だったけども、シーズン5は別に矢を使わずに近接で戦っていけるのでいいですね。で、11回クリアしました。報酬ここもいりません。いきましょう。で、ここなんだけども、槍を持ったスケルトン、あいつが結構な数出ます。で、そこに合わせて、レイスも、同時に出てくるので、ちょっと鬱陶しいです。なので、結構ね、立ち回りを重視してやっていてください。普通にやると、敵に囲まれて鬱陶しいので、ダメージはそんなないです。なので、うまいことパワーシェイカーと、この地雷を使って、戦っていくようにしてください。よっしゃ。もう矢があるなら、もう矢もね、どんどん使っていっていいです。もうほんと鬱陶しいので、ノックバックが、もうチク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 して、もう鬱陶しいので、ここはね、結構嫌いだね。難しいとかじゃなくって、なんか鬱陶しいから嫌い。で、報酬、森の矢筒、取りましょう。エンチャンターの書を取って、次で出てくる、ゴーレム取ってもいいんだけども、やった感じでね、森の方が、楽です。なので、俺は森を取るようにしてます。こっちの方がおすすめですね。はい。で、ここ、ネクロマンサー出てきます。出てくる場所で、戦いましょう。で、できることなら、ネクロマンサーの場所で、地雷を使って、ワンパンで倒せていければ、最高ですね。はい、今ワンパンでしました。うまいことすれば2体とも、ワンパンいけるんで、まあ、慣れるようにしてください。俺もまだ、そこまで慣れじゃないですけども、まあ、実際ちょっと運が絡むんだけどね。2回とも、地雷で倒せるかっていうと。まあ、うまいこといくと、地雷で、2体とも倒すことができます。ネクロマンサーさえ潰してしまえばあとはどうってことないので、とにかくまず仲間を増やされる前にネクロマンサー特攻して倒していきます。で、ここの報酬ですけども、両刃斧の一番最初から使ってましたね、これを交換します。エンチャントがね、いいやつに変わるんですよ。で、ここエーリを3、そして追い打ちを2入れてください。いきます。まずはここ爆弾を起動させてください。あれ当たっちゃうとワンパンで死んじゃいますので要注意ですね。あっあれ食らわないようにしてください。今のはちょっとミスっちゃいました。よし、あとは問題ないと思います。足止めのやつが来るんだけども、あいつに足止めをされてレイスの毒をゴリッと食らっちゃうとちょっとまずいので、まあ、そこは注意して食らわないようにしてください。こいつね、名前忘れたけども、こいつの足止めを食らった後にレイスの毒を食らっちゃうと死んじゃいますんで、食らわないように立ち回っていきます。で、上の方にも毒の爆弾が1個あります。こっち側から
回っていくと安全ですね。14回クリアです。報酬特に何もいりません。で、上がってきましたら重力1入れてください。いつもなら重力はね、あんまり入れたくないんだけども、今回は別に入れて大丈夫です。敵もそんな強いやつが出てこないし、もう本当にね、今回ゾンビが多めなのよ。なんでもうまとめてね、戦っていって大丈夫なんで、重力は入れてください。で、ここもう一回、確か出てきたよね。あ、出てきた。で、処理をして上に行きます。はい、まあ、うまいことね、このパワーシェイカー使って早めに倒してください。これスピード早くいくと気持ちいいのでいいですね。はい、終わりか。で、これで15回クリアです。特に問題ないですね、今までね。15回、余裕です。で、ここいりません、いらないっす。で、弓の兵、あの敵が多いです。弓多いで、最初に略奪者出てくるので、こいつはダメージもろに食らいます。ダメージを食らわないように倒しましょう。で、弓の敵が多いので、こっちも弓を使って、あの森の矢筒とかを使って、安全に処理していった方がいいです。この弓のダメージっていうのが結構バカにならないので、安全に行きましょう。で、風使いもいます。風使いもいるので、出てきたら速攻で倒した方が安全ですね。よし、 OK。 あー、結構先の方にいたな。あの風が吹くね、場所あたりに大体いるんですけども、今回は結構先の方になっちゃったな。よし、 OK。 特に気にすることもないんですけども、まあ、一応風使い、氷使い鬱陶しいので早めに処理してください。で、弓、多いです。集中砲火食らうとかなりダメージをもらってしまうので、要注意ですね。で、ここの報酬、愛のメダル、パワーシェイカーと交換してください。で、ここ特に問題ないです。ガシガシいっちゃいましょう。クリーパーも少しいますけども、まあ、森の矢筒とか、あと愛のメダルとか、その辺を使って近づかせないように戦うと安全ですね。そんな敵も、前回みたいにここでは出てこないので、まあ、ぼちぼち戦ってください。くらい、まあ、とにかくね、クリーパーは安全に倒しましょう。危ない。よし、行け。ナイス。愛のメダルと森の矢筒で簡単に処理できると思います。あれ、いないな、多分。あと1体、あ、いた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 、いたいた、お前か。おお、矢が出た。でもいらないんだよなここね、1回から30回までで矢はね、50本ぐらい持ってれば十分なんですよ。あと森を使うんで全然いらないんだよね。で、ここドラです。ドラと、地雷交換してください。地雷もね、基本的にボスを倒す用のやつなんで、こっからのボスは確か地雷が通用しません。20回30回、なので地雷は意味がないですね。ダメージも落ちてるんで、普通の雑魚戦でもそんなに使えませんね。しゃ、ここはゾンビだけなんで全く問題ないと思います。もう少しか。まあまあまあ、ちょっと多いな、ちょっと多いけども、
ゾンビにやられることはないでしょう。うん、もしもこう致命傷を受けたとしても逃げればいいんだからね。で18回おしまいです。弓を変えます。デュアルクロスボウ、これが結構重要になってきます。エンチャントでこれマルチショット3入れてくださいね。でここユニーク職人で防具を上げましょう。プレートアーマーをフルメタル100に上げます。やっぱり耐久力重要ですし、フルメタルだったら、近接の攻撃力 30% 上がります。今回近接多めで倒す、シーズン5とは相性がいいですね。でここ2体出てきますんで、まずここイリュージョナーをドラ使って弓で速攻倒してください。じゃないとちょっとね、2体同時は辛いのよ。なんでまずイリュージョナーがいいです。まずはイリュージョナー、うん、エヴォーカーじゃなくてイリュージョナーから倒した方が俺はおすすめですね。はい、ということで20回クリアです。20回の報酬いりません、なしですね。はい、ということで、今日は11回から20回までの攻略となっております。どうだったでしょうかね。まあ、特に、問題はないと思います。スーッとクリアできると思いますんで、まあ、途中途中のポイントを抑えながらやっていってください。では次は21回から30回、クリアまでの攻略となります。そっちもチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。